なーにが何とかしてくれるよ。人がいないからって好き勝手なこと言って。スミちゃん、いきなり怒っちゃダメだよ。見てるみんながびっくりしちゃうよ。それに前の流れが分かんない人が見たらいろいろちんぷんかんぷんだと思うし。そうだったわね。これは6日前のカウントダウンを。それでかなちゃんたちは私たちが内容に触れてくれるって言ってたね。そんなこと言われてもどうすればいいのよ。とりあえず館の話をすればいいのかしら。あ、それいいね。最初は何から話そっかな。一番詳しいのあんたじゃないの。私は全部任せたいくらいなんだけど。詳しいって言っても私だって全部は分かんないからな。じゃあ知ってることだけ話せばいいでしょ。私たちのいる館は中にいると時間が進まなくなるんだ。今館の外は夏休み中らしいけど、それがいつまで経っても終わらないらしいのよ。その通り。外は一日も進んでおりません。あくまでもミーナが言ってるだけだから本当にそうなのかはわからないけどね。そうそう、窓もないし時計もないからちょっと信じにくいよね。なんかいい感じで内容の紹介できてるわね。よーし、この調子で全部説明しちゃうぞ。次はね。ちょっと待ちなさいミーナ、私たちだけで説明するのはもったいないわ。かなちゃんとりんちゃんにもやってもらうの。こっちにぶん投げてきたお返しを。ということで次はかな子たちがいろいろ話してくれると思うわ。どんなお話してくれるか楽しみだね。それじゃ私たちはこの辺で。